受けたまわりました。ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは秘密結社バロックワークスの賞金稼ぎたちだった。その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救いたいというビビの思いと覚悟に心を動かされて、彼女をアラバスタ王国まで無事に送り届けることを決める。しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビは航海の続行よりもナミを医者に見せることを優先すべきだと提案し、一味は冬島ドラム島に上陸する。かつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い国王のワポルが国外へ逃亡したために衰退しつつあった。この島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に住むドクター・クレハが島に残った唯一の医者だという。想像を超える過酷な雪山で様々な障害を越え山頂を目指すルフィたち。しかし体力は限界を迎えようとしていた。城だ。医者。こいつは全身凍傷になりかけてる。こんな格好で何のつもり。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。仲間なんだよ。分かったよ、助ける。チョッパー治療だ。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ドクター・クレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。人々の実を食べたトナカイ、トニー・トニー・チョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクター・ヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが死病に侵されていた。国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこら！待てよ、あいつさっき喋ってなかったか？ん？そういやあいつ二本足で立ってたような。バケモンだ！なんだありゃ、二本足で歩いてトナカイでモコモコでチビででかくなってバケモノで。いいやつだ、お
もしれ。サンジ、あいつ仲間にしよう。こら待て、化け物、俺たちの仲間になれ。あれ、この匂いはワポル。野郎ども、俺の城を奪い返すぞ。この城はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっまえ、トナカイ、俺たちも一緒に戦うぞ。国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバどもがこんなにいるとは驚いたね。実際死刑にしてやる。それが一国の王のやることなの。ルビンさん、みんなを守ってあげて。城の守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。でも王様に逆らうんじゃねえよ。一気に攻めかかれ。アラテが出てきたみたいだわ。いつセリーに手出しはさせねえよ。こっちから挨拶に行ってやる。見てろ、クソども。山を荒らされて怒ってるんだ。放っておくと村の人が危ない。刀ごと打ち立てないと。容疑は悪いな。三刀流三尺本領キックコース。直してやるからな。よし、もう大丈夫だぞ。ガルル、俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。あかん。俺たちは城を守りたいだけで、加える気はないんだ。気をつけてルフィさん。見て
ゼロクサども。ダメだ、マンボルの砲撃を止めてくれ。容疑は悪いな。三刀流殺特大ドッグ。詐欺の分際で王に逆らうってんじゃねえだろうな。俺様の砲撃を食らいやがれ。まずい、ラパンはワポルたちと戦う気だ。誰かラパンを助けてやってくれ。やる。え、ワポルへの近道を教えてくれるのか。
まずお前から見てろ、子供。その際で死刑確定だな、おい。あ、どこ行く気だ、ジャナグチ。いい加減に死ねるか。その城の主は俺様だぞ。この城はね、ヒルルクの墓にしたんだ。お前らのような腐ったガキどもの来るところじゃないよ。墓？あのカバイシャの墓だと？まあ！笑わせるな！ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから俺はお前たちを城へは入れない。あのドクターの信念、ドクロの旗は絶対に下ろさせないぞ。まあ、いよいよもって殺してやつ大集合ってわけだな。ドクターはお前だって救おうとしたんだぞ。この国から出て行けよ。雪国名物、雪結晶。別の場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。バクバクチャーク。行けよ、王国の戦士たち。貴様の城を取り戻してこい。カバどもを調子づかせるんじゃねえよ。まだまだ行くぜ、バクバクショー。おお、トナカイの強さ思い知れ。よし、やつが逃げ込みそうな場所を落としちまうか。俺たちも続け。なんだ、ちょっともう落とされたってのか。何をやってんだ、カスども。満足に守れねえのか。行くぜ。
とめて食いつぶしてやる。行くぜ。ドラム王国憲法第1条、王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国の全てだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあそんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも折ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。受けろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。吹き飛べ、カバめ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。行くぜ。行けろ貴様も。一緒に海賊やろう。
理だよ。無理じゃねえさ、楽しいのに。俺はお前たちに感謝してるんだ、チョッパー。だって俺はトナカイだ。角だってひづめだってあるし、青鼻だし、そりゃ海賊にはなりたいけどさ、俺は人間の仲間ではないんだぞ、化け物だし。俺なんかお前らの仲間にはなれねえよ。だからお礼を言いに来たんだ。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。来てよ、ゾクトリーヌ。俺、海賊になるんだ。あいつらと一緒に行くよ。海に出るんだよ。船員としてあいつらの仲間になって世界を旅するんだ。バカ言うんじゃないよ。海賊なんてろくなもんじゃない。あっという間に屍になるのがオチさね。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。たかだかトナカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよ、トナカイだ。でも男だ。お前みたいな泣き虫が男だって、勝手な真似は許さないよ。お前なんかが海へ出て一体何ができるって言うんだい。あのヤブ医者のように幻想に生きるのかい。違う、幻想じゃないよ。ドクターの研究は完成してたんだ。あ、みんなソリに乗って山を降りるぞ。待ちだ。なに、用意はいいかい、若造ども。うちら、ほほー。